これ割れちゃってんな。これ100均のバケツなんですけど、やっぱあれですね、ケチっちゃダメですね。まあとりあえず今日これしかないから、今やっていくんですけど、これガサをね、ガサガサっつって、フナか鯉の、まあ小さいやつ、あれをちょっと水槽に入れたいんで、ガサガサをやっていきます。あれですね、100均じゃなくて300円、いや500円、まあ別に出せるんですけどね、500円、まあ1000円つったら高いじゃないですか。だからまあバケツ、今この水面を撮ってるんですけど、このピチピチ言ってるんですけど、これピチピチなってるじゃないですか。すごい小魚がすごいんですよ。今座ってる状態なんですけど、立ちますよ。ほらこれ一気にやってみますか。何なんだろうなって、これ何なんだろう、大量にねいるんですよ。今すぐ近くに人がいたやないかい、恥ずかしいって、結局取れてないかな。今ガサガサすぐ近くに人がいて、思いっきり見られた、恥ずかしいって、帰ろうかな、相当恥ずかしいんだけど、いや、やっぱね、ここはガサリストとしてガサらなければ、この船を持って帰らないとね、水槽に入れたいから、やっていきます。ちょっとこうやってみよう。あ、これずっとやってるから、よいしょ、よし、大変、よいしょ、あ、なんか取れた、なんだろう、風っぽいのが、なんだろう、エビ、ちょっと黒めのエビ、あとこれこれフナかな、取れた。今やってみて10分ぐらいやったのかな、フナ2匹とメダカ1匹、とりあえず順調っすね。水抜けちゃうんだよな、割れてるから、水足しながらやってますちょっともうちょっと取ってみよう、よし、あ、いた、これはなんだ、フナか鯉か、どっちか、これもそうかな、2匹水槽に入れるから、まあそんな多く取ってもどうしようもないからね、まあ、
今日はこのくらいで、これメダカで、こっちがフナ、1センチくらいかな。それじゃあ今日はこの辺でバイバイ。バイバイ。